はい、じゃあ次はオキアミでやってみます。オキアミは生オキアミでもいけますけど、ボイルの方が針が刺しやすいんで、ボイルオキアミ、サイズは L サイズで、まあ尻尾取っても取らなくてもどっちでも、尻尾取って取った方が針が刺しやすいんで取ります。で、尻尾から針を通して、あとは磯目と同じように刺していくだけです。